い、続きまして、はい、山津からいただきました。ありがとう、吉岡さん、山下さん、こんばんは。こんばんは。ことぱんはやった激闘か。ことぱんは、ことぱんは、なんと今年の夏のコミックマーケット96の温泉ブースにてことぱんグッズの販売が決定しましたね。おめでとうございます、はい、T シャツのおしゃれなデザインといい、タオルではなくあえてのハンカチを用意する感じが隙間産業みたいでいいですね。他ではあまりだ うん、他ではあまり出さないようなグッズをこれからもどんどん出してくださると嬉しいです。あれあれお渡し会もあるとのこと、うん、今年の夏はさらに暑くなりますね、はいはい、これから暑くなりますが、お二人とも体調に気をつけてお仕事頑張ってください。それではということです。そうね、隙間産業って言ったらそうなのかまあね、他ではないものを出していくという意味では、そうね、うん、ハンカチ出して、しかもギンガムチェックの、そう、かわいいやつ、他では見ないものを見つけてやっていくという隙間産業です、うん、そうですね。いや、それはその力は私めっちゃあると思う見つける目、そう、見つける目があると思う私たち。なんか占い行ったら言われた、うん、なんか他に例を見ない発想される方ですね当たってるそう、だからその才能を伸ばしていかんとね。なるほどね、このパンでね、なるほど、発揮していきましょう、はい、発揮していきましょう。